いは。タフは見たことのない味方。あいつは。本当に？あいつは二人とも。うん。獣がま。獣？レナモン。レナモン？さっき見たのと同じやつかな。そいつを前から知っているの？うん。そうか。ごめんタクマ。ガルルモンみたいな感じ。あいつはて二人ともあうんじゃあすぐ僕は他のみんなを行こうかアグモンおThank you.
ダグマ、アグマ、ファルコも危ない。乗った。すまない、アグマ。すまねえけど、とっとと、さっきまで変な幻見せられてたぞ。今助けるから。よし、俺が行こう。カイト、見てみろ。見りゃわかる。俺が行こう。スクラッチフラッシュ。よし、俺が行こう。スクラッチフラッシュ。おっと、俺の番だな。
どう。サンキューな、タクマ。うむ、感謝する。どういたします。ミノルもファルコモンも、でも幻ってやっぱり。みそうなんだよ。もう俺の偽物と本気の喧嘩をしているのを見たときは。そうそう。そ、でも見た目じゃどっちが本物か。だから運任せで選んだら当たったんだよな。え、あれは。いや、結果オーライっしょ。最初に直感でこっちかもって思った方は。そんな。ミノル、そこに座れ。なんだよ急に。おい、タクマ。かい。俺のことはいい。まあ、ずーっとこの部屋。落ち着いて帰っ。お兄ちゃん、慌てすぎ。ミュウ。よかった。もう、うざい。ふふ。ミュウだ。してないから。みんな、合流で。お、さっきも。しかし、あの幻。私もよ。マジで最悪。現実と幻が曖昧になってくみ。多分。あんな攻撃してくるなんて。ミュウ、変なもの。うちは大丈夫だい。本当だな。しつこい。この地下水道もさ、さっきまでなかった通路とかが出てきたり。それもあのガスのせい。あんな辛い幻。同感だわ。は、元凶っつ。カンカン。なら、ここを抜く。チェル。やられっぱなし。出口はすぐそこだ。ちょっと待って。あの人かなり。早く助けに、時間が惜しい。みんなで行こう。返事がないわ。ロッドマンの声も聞こえていないみたいね。なら、シューズさん。わ、よかった。ああ、でもすっげえ汗か。うるさい。もう怖い。なんだよ。すまない。どうだ。僕は大丈夫だ。でも、僕は不甲斐ないかもしれないけど。いや、気にしないでいいよ。だって先輩。そうだよな。あれ、当たり前でしょ。言っていいことと悪いこと。場を和ませたかったのはわかるけど。ごめん。あいつ
もうダメ。ダメって、まあ具体的。俺たちじゃどなあ、俺らってさ、そっかん話が通じそうなのってガールルモンのやつはすぐに頭に血がのっ、そうなったら仲間の言うことも聞かないし。そうね。だが子供を捧げる気満々のやつらに、あいつら俺たちをただの餌にしか見てない。生贄とし、俺はそう思うぜ。何その不良理論、話くらいすればいいじゃん。そう、おい、やっぱり、そけどよ、もう他の連中だって同じだ。やめろ、近づくなと言ったな。どうしたんですか。うるさい。わかんないけど、は一人で行っちゃったよ。ち、協調性乱してんな、どっちだよ。追いかけよう。お前はみんな、あらあら、顔、僕が、君は知性があるんだ。仕方ない。あなたは私たちと戦う。そうだ、僕決して君たちを。そういうことなら、あなたには対価を支払ってもらうわ。ハラ、あたしたちには行け。一人だっけ。一人だっシューズさん、シューズさん、誰もいねえよな。歩けにも。きっと目を覚ましてください。一人、そんなの。おい、そうだ、僕
いかけようぜ。うん。答えろアルケニモン。関心な心がけだけど、あなたにそんな度胸。あなたはただ怖い。そして責任転嫁。間違いねえ。あいつは敵の思うつぼってわけか。カンカン、こ、修二はきっとアルケニモンの幻を見ている。ずっとおかしいと思ってた。あの偽物たち、アルケニモンの狙いは。アルケニモンは僕らから、僕たちには見えない何かを。おい、私たちも急ぎましょう。ロックモンが追いかけてるわ、あの子を。ち、僕はみんな、そうすれば父さんに。ああ、どうかしら。ほら、やっぱ当たり前じゃ。やだ。大丈夫だよ。残念。あなた。なんだお前。できもしないことを言うな。お前がもっと立派に戦って、よくお前が進化できないから。そうだ。敵。僕をみんなも、と。僕。なんでだ。な。修二さんを止めないと。で、メガシードラモン。あいあいもんだな。あたしはここで。あ、みんな全力いくぞ。レディーフレイ。私の番ね。
こう。力も重ねていけ。進化しろ。やめて、シュージ。痛いのは、苦しいのは、怖いのは、そうだ、何もかもお前。な、わからないけど。やれば、姿が変わったぞ。あれは、ウェンデ、多分、シュージの一個このままじゃ危ない。大きな敵を。あの子はもうダメね。それ。やべえよ。
うしかない。力も重ねていけ。俺が行く。もうやだ、仲間だったじゃん。
くき。な、いや、ロップモンだよ。そんなことない。修二さん、一番年上ってだけでずっとこんな風に苦しんでいたんだ。タクマ、やろう。僕たちは二人に伝えるべき。欲しい。タクマの強い気も。バグモ、行くよタクマ。力も重ねていけ。どんな風に行動する。私の番ね。俺が行く。うん、きっと。いや、まだ二人は無事かもしれん。見て、ま、あ、あの子のみどういうことだ。相手を狙う。ちょっと待てよ。バカ、行くな。もう無理だよ。とにかく嘘。心が壊れていく姿って。てめえ、そうよ、ふざけんな。そんなの無理。人間なんかに関わらなければ。てめえがやったんだろうが。遊んであげてもいいのだけ。これは葵修二さん。ありえ。落ち着こう。無理だよ。ねえ、どうな。見てたならわかるだろ。ごめん。
お前が言ってたのってまさか。くそ、こうなる兆候はあったんだ。もう犠牲を出す。しっかりして葵。ありがとう修二さんは。でも修二さんは言ってたじゃない。修二さんは。修二さんはそのこと。私たち知らない間に年上だからって。私たちが一致団結して。今日葵気にしみんな嘘。次の狙いは俺らってか。みんな集まって。おいおいおい、やばい。いやミュウ、どうしたら。君たち、こっち。あ、生きて。心配をかけたようだね。一刻も早くここから逃げなければ。みんな、行こう。たくま。いい子たちばっかりなのに。一方で絶えず、うちも怖い思い。今身近にミュウは心配いらないよ。